よし、じゃあ続きやっていきましょうか。この奥ですね、いけるかな。なんかこれ落ちそうじゃない？大丈夫？大丈夫か。なんか突然来そうで怖いんですけど、大丈夫そうだね。今度はどんな感じになるのかな。ジャンプアクションゲーがありましたからね、今度はどんなジャンルのゲームが始まるのかちょっと楽しみだけど、また原点に帰って先ゲーかな。お、こっち側いけるよ。お、え、これはバグかな、多分そうだよね。こっち側にはいけないと。なんだろうこれ。別になんかアイテムが落ちてるわけでもないと。こっち側はちょっと待って、これいける、なんかいけそうな気がする。いけないか。なんだろうこれ、設計ミスかな。おー、裏側もいけないと。わかりました。じゃあ普通に入っていきましょうか。これ登れたりしないですね。よし、お、白い一階だって。怖いな、セーブしとこう。これ何、結晶。あ、これ滑る床じゃないだね。おお、懐かしい感じ。こういうのすごい苦手なんだけど、大丈夫かな。あ、こういうことか。これでこうだね。よし、簡単。次、なんかいきなり来そうで怖いけど、ほっ、おーほ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 ー、こうだね。こうでしょ、こうでしょ、どう。あ、これでこうで、こういったらこうで、あれ積んだかな、ちょっと待って、そんな簡単には積まないよね、うん、これ適当にやっててもね、つけるんですよ、こんなの。歩ける場所と滑る場所あるね。ここ歩けるね。ん？ということはここが滑ると。ここまでは歩ける。ということは滑っちゃうか。どこまでが滑らないだろう。滑らない場所と滑る場所がある。これを覚えとけば。ああ、ここまでは歩けるんだ。近かった。よ、あれ、ここも歩ける。え？なんか今不正っぽかったけど大丈夫？大丈夫だよね。うん、気にしない。クリアできたんだから大丈夫。さあ次、さあどんな感じかな。なんで歩けたんだろう、あれバグかな。歩けるところと歩けないところがあるのかな、それともプログラムの問題。うん、一歩ゆっくり歩いちゃうとどうしても滑らずに行っちゃうみたいな、そんな感じかな。あそこに行けばいいのか、右下。つうことはここから、こうで、こうで、あ、難しいぞこれ。いけた、 OK。 むずい。超時間かかったわ、4分くらいかかっちゃった。次、むずいな、またここかな、こっちかな。で、こっち行っても良さそうだから、こっち、こっち、最終的にそこに行けばいいのね。うーん、つうことはこうでしょ、こうでしょ、これで変わってないね。もう一個上か、もう一個上に行けばいいんだから、あそこか、あそこに行くにはどうすればいいの。頭使うね。この上の部分超怪しくね。ここ絶対通るね。ここを通る道を探せばいいんじゃない？じゃあ、あ、いけるじゃん。これで、こうで、こうで、こうで、上に行くと。オッケー。で、これ上を通って、こっち側行く。どっちだ次。やべ、わかんねえ。左っぽいな。でも右。よし、オッケー。振り出しに戻っちゃうな、これだと。じゃあ左か、左行って振り出し戻っちゃうな。あれ、じゃあここ使わないのかな、おかしい。下、
あ、いける。これでこうでこうでこうか。でこっち側行ってこうだ。オッケー。はあ、時間かかった。やばい、2分もかかっちゃった。この部屋の形を覚えておくとちょっと役立つかも。絶対覚えらんない。どういう形、こういう形してたよみたいな、なんとなく覚えた。セーブポイントないですか。あ、暗闇の空間セーブしといて。え、マジかよ。あー、じゃあ上のさっきの降りた階と同じ形してるってことかな、もしかして。滑るのかな、あれ。滑んないよ。でもこれめっちゃ走ってんだけど。走り抜けます。うおー、あ、また走り抜けらんねえ、くそ。ちくしょ。場所を覚えとけ。この形になってるってことかな。え、超無理ゲーじゃん。覚えられるはずがない。じゃあちょっとここら辺かな。じゃあ真ん中駆け抜けて。うわ、めっちゃフラッシュ使いたい。ピカチュウ呼びたい。ピカチュウ来て。あれ、全部の道通ったけど、一歩一歩進んだけど一個も進めないんだけど。ダメじゃん。おかしいな、通路がない。ってことは違う通路があるってことか。こっち側とかないね。え、わかんねえ。道を覚えといた方がいいとか言ってたけど、全部塞がってんじゃん。どうしようもないじゃん。どうすればいいんだろう。あー、こっち側にあった。なんだよ、完全に罠じゃん、この骸骨とか。ふざけんなよ。ここにあったのね。くっそ悔しいな。で、こっち側とこ。あ、いけるよ。ちょっと待ってよ、無理だよ、こんなの。道がわかんないし、これ進めてるよね。うわ、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 絶対通るんでしょ、あそこは。もうやだ。ここら辺からよっよっよっ、来ないな。どこら辺から来る。ここら辺、あれ来ない。ふっ、あれ、どっから来るんだろう。上行けないよね。うー、来た来た来た。あ、でも余裕じゃん、ずれてるからね。で、この下、宝箱手に入る。あー、ダメだ、行けないな。なんとかして行きたいんだけど、めっちゃ近づいてんじゃんこいつ、やべえな。でも奥から行く感じかな。うわ、フラッシュ。あ、何あの丸ポイント。なんかたくさんだけど。やべえ、やべえよ。これ若干見えたりしない？全く見えないけど、なんかあの解像度を変えれば。あ、お、ピカピカ終わったら、やった。あ、なんか看板があるよ。看板見たい、看板見たいけど、いけない。くそ、なんだろうあの丸。これ通れる。 うわ、めっちゃ速い、めっちゃ速い。あそこ絶対通るんでしょ。あれ、こっち行けない。どう言えばいいんだ。上行ける。あ、いける。ここ行けそう。行けそう。行くよ。うわ、うわ、怖い、怖い。うわ、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。いける。今の俺ならいけるはず。行きます。行けなかった、右行けなかった、騙された。ここが、くっそ。楽しい。むずいなぁ。これ上から行けたりとかしない？行けないか。この後ろを通り過ぎたりとか。なんだよ、もう超苦労したのに。さっきからこういうの多いよ。こういう抜け道を探しちゃえば案外楽に行けるのかな。あ、こっちは行けないよ。上は、上も行け、行けないか。なんだよ、すげえ苦労してたのに。なるほど、こうやって道を探していくのも大事なんだね。これはなんとか行けそうな気がするな。下、今の挟まれた。ここは見ていけばいけそうな気がするな。ゆっくり行けばいけそうな気がする。いけるよね。上から行った方がいいかな、下から行った方がいいかな。下から行こうか。一歩ずつ確実に。セーブポイント欲しいな。こまめのセーブしたいよ。で、奥まで行けねえ、あっぶねえ。違うか、ちょ、上から行くのね。上からゆっくりと行けねえ、くそ。また騙された。道がないか探してみるしかないね。こっから行けそうなところ。お、こっちか。オッケー。で、おー、いいね、いいよ、順調になってきたよ。で、今度は、お、右上にもなんかあるね。宝箱、宝箱欲しいな。武器とかなんかない？強力ない？追いかけてくる。あっぶね。こいつやべえぞ。こいつ追いかけてくる。こいつ俺のこと追いかけてくるよ。やべえやべえやべえ。こいつは警戒しない。なんかたくさん追いかけてきた。やべえって。一瞬でも行き止まりあったら死んじゃう。うわうわ、宝箱欲しい、宝箱欲しいよ。お父さん、あれ
道がない、道がないついてくるやつとついてこないやつがいるんで、見極めながら避けていく。うわーうわー、どこだ、おー、いけたいけた、待って、何、いい卵だって、何この丸いの、え、いい卵ってなんだっけ、HP プラス5か、プラス5があるってことはそのうち正当に入るってことだよね。あ、ワープポイントか、なるほど、他に行ける道ない、絶対ワープポイントが実は罠とかそういうことでしょ、さっきからそういうのすごい多いからね、なんかこれが絶対正規ルートだろうっていうのが全然違くて、実は罠だったみたいな、そういうのが多いからね。でもいけなそうだね。んー、じゃあこれはいっか、多分覚えゲーだと思うんだよね、ナチスじゃなくてなんだっけ、夏目、夏目ステージみたいな感じだと思うんだよ、ポケモンの。だから覚えゲーだと思うんだよね覚えゲーでも覚えることあり、覚えることが多すぎでしょ、なんだよこれ、え、待って、分かんなくなってくるよ、絶対無理じゃ覚えらんない、適当に行くしかないこれは。やっぱ覚えらんないんだけど、瞬間記憶ぐらいないと無理だよ。続いて、なんか攻撃的だ、ロッキー。余裕。大丈夫だ。マジかよ。え、もうどうやって攻撃って分からなかった。え、さっき攻撃した。お、行けた。タイミングできない。ここ、上、ゴー。左、右、ゴー。覚えらん、覚えらん。これこういうの苦手。これ覚えらんないし無理。分からんて。適当でいいよね。適当にやってたら楽しいっすよね。多分大丈夫。そう。俺にはね、お、いけた、やったぜ、あ、適当、なにこれ、帰れ、いや、ひどくね、ここまで頑張ったんだからさ、帰れってひどいな、あ、怖い怖い、帰れ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 、帰った方がいいのかな、これ宝箱取りたいんだけど、どっちだろう、クラピカ理論だと右側だよね。でもこのゲームは裏の裏を書いてくるんで、なので私は左に行きたいと思う。うん、こう、あー、クラピカ疑って俺がバカだったよ、畜生お、いけた、やったまた適当だけど、じゃあ今度右側行こうか、大丈夫、行って、すげえ、帰れ帰れ言ってくる、あ、絶対こっちだ、こっちに行こうとすると帰れ帰れ言ってくるの、あ、違うわ、この列だけすごい帰れ帰れ言ってるだけどなるほどね、じゃあ右側行ってみようか、よっ、おー、宝箱だ、やったぜ、おー、カオルハーフだって、 HP 回復できるよ、え、何それ、ちょっとどういうこと、え、ゴールがないってこと、これ正規ルートじゃないってことかな、え、マジかよ、ちょっとやめてよ、どうしよう、全然わからん、抜け道があるわけでもないしね、帰れ帰れ帰れ、帰ればいいのかな、じゃあ手向けでもないしな、道がない、なんか抜き道途中であるかなと思っていろいろ探したんだけどないし、帰れ帰ればっこ言うんだよね、どちらの道に進んでも結局は振り出しに戻されてしまうと、どうしようかな、これまずいな、帰れ帰れ、帰ればいいのかな、じゃあ帰るよ、帰っ、おっ、来た、おお、来た来た来た、本当に帰ればよかったなんだよ、ちゃんと素直に従えばよかった、なんで俺今まで悩んでたんだろうこんな簡単なことだったらね、お、ついに最上階に着いたな、やったぜ、誰と戦いに挑むかここで話しかけて決めるんじゃ、え、ってこと、誰と戦いに挑むか慎重に決めるのじゃぞ、いや、日本語の意味がわからないです、フラインさん以外に誰かいるってこと、まあいいや、とりあえずセーブしとこうか、え、誰にすればいいの、ん、どうした、坊主、クライオンどうしますか、置いていく、ちょっと待って、ちょっと置いとこうか、うん、え、どういうこと、この宝箱の中に何か入ってるとか、まさかポケモンみたいに御三家が入ってるとか、そんなことはないよね、これ何、お、ピカピカ、おった、え、今ね、見てる人が全員えって思ってる、俺もえって思ったよ、どういうことまあまあね、ここ敵の本拠地だし、そりゃ罠ぐらいあるわな、仕方ないお、カオルハーブだって、え、誰を連れていくかってどういうこと、誰か見えない誰かがいるってこと、いないよね特に、え、どうしよう、
連れて行くよ。うん、気を引き締めていくよ。クラニさん以外にいないじゃんね。あ、ロックス、お父さん間に合ったか。お父さん、ロックス、なぜここに来た。ター君とクラインさんがこれから城に向かうと夢を見てな。夢じゃないよそれ。その夢があまりにも現実的だったので、いても立ってもいられなかったんだ。すごい回復力だね。とは言ってもお前は体が。クラインさん、体は大丈夫だ。そんなことより黙ってター君とクラインさんを城へ向かわせたままでいられなかった。まずこの先へ向かうならこれが必要だ。何？ター君、受け取ってくれ。解除のお札？お札。ああ、その札がないとこの先で簡単にやられてしまうだろう。お父さんありがとう。なんでそんなもの持ってんの、そんなレアアイテムを。クラインさん、俺にも戦わせてくれ、頼む。いや、さすがに厳しいんだよ。お前は言ったら聞かないからな。ダメだなんて答えは意味がなさないだ。あ、意味をなさないだ。簡単にやられるんじゃないぞ。やった、クラインさん。え、これクラインさん連れて行かないパターンだったらどうだったんだろう。あ、もしかしてこれ話しかければ。うん、久しぶりに会って突然こんな状況なんてな。これが終わったら一緒に帰ろうな、ター君。うん、お父さん、僕もいっぱい話したいことがあるんだ。一緒に帰ろうね。あ、もしかして、あ、でも仲良くなってる。26歳なんだ。えー、若い。えー、強い。え、めっちゃいいじゃん。ター君だけ弱い。装備が外せないか。昔お父さんが持っていた剣らしい。軽く僕も扱うことができる。ちょっと待って、え、これ今ロックスの装備みたいなね。どういうこと？もうロックスの武器はすでにターグのものになったの、これ。昔お父さんが持っていた剣らしいだもんね。すでにもうターグのものになってると。なるほどね、傷跡がたくさんあると。じゃあターグの武器は、あれ、大生産、こっち大きい方だよね。大きい方なのに武器の説明文も同じなんだ。まあいいや。でもクラインさん連れて行かなかったらどういうことになってたんだろう。ちょっと見てみたいな。とりあえず進んでみようか。めっちゃいっちゃう。さっきのアイテムの効能を見てもらう。呪いを解除することができるお札。あ、待って。だったらこれ大防御も覚えさせておく。これ覚えられるんじゃない、ロックス。オッケー。で、スキルも見とくよ。ライトスラッシュ。あー、ライトスラッシュしか覚えてないんだ。風切る剣とか覚えてないんだね。え、タックの方が強いんだけど。まあいいや、戦っていこう。うわ、めっちゃいるんだけど、こんにちは。これ話しかけらんない。これ全部敵じゃない。敵でした。え、じゃあ置いていくパターン見ちゃおうか、せっかくだし。もしかしたら何かあるかもしれない。じゃあ行きます。あ、でも来た。これの会話は一緒かな？多分一緒だと思うけど。こうやってクラインさんがいない状況になるのかな？見てみよう。これでステータスは、はい、ああ、いない状況だ。どういうことだよこれ。誰か連れて行けるのかな。誰を連れて行く決めるんじゃぞとか言ってたもんね。もしかしたら誰か連れて行けるんじゃないこれ。なんかいないかなとか。もしかしたら町に戻ったら町民が仲間にできるとか、そういうことはない。ちょっとなんか待機した方が合ってるような気がするな。お父さんと二人で行ってみようか。ちょっと行ってみます。で、こいつら走ってくんだよね。多分この銅像を使って避けるんじゃないかな。だから、ほっ、あれ、ほっだよね。なるほど、これで下げていくと。うわ、タイミングずらしてきやがるこいつら。やべ、タイミングがにゃっにゃっ、危ねっ危ねっ、あっ、せいや、よし、こっちついて、よしよしよし、なんかいるよ。セーブポイントあるんだけど、ボスの前に落ち着いて。遅いよ。もしかしたら並び順がなんか関係あるんじゃない。クラインさんを仲間に入れない状態で進んで、でお父さんを仲間に入れて、クラウンさん仲間に入れたらクラウンさんが3番目になるんだよね。これなんか意味があるような気がする。ちょっとこの状態で行ってみようか。よっ、いけた、オッケー。じゃあセーブします。よっしゃ、戦っていこう。うわ、めっちゃ強そう。行くぜ、ゴゴゴゴゴゴゴ、頑張ります。おー、魔物の核だって、強そう、めっちゃ。うわー、また門番兵出てきたよ。やべー、体力タイプの攻撃力3倍 ×2 なんだけど、9倍パーティーかよ。魔物の核には攻撃が届かないようだ。あ、手前のやつ倒さなきゃいけないと。え、勝てなくね、そんなの。だってあいつらと同じぐらいの強さだったら普通に倒せないような気がするけど。あ、やべー、 MP 回復させてみる。やべやべ。じゃあピカピカウォーター、と
とりあえず今回の戦いは捨てる気でいて、相手の能力をねどんな感じか見極めていこうか。でライトスラッシュで普通に攻撃で倒していくぜ。多分手前に1機を倒せば後ろに攻撃できるんでしょう。うー力ためた、やばいな。大防御、大防御で特に大防御で大防御、厳しいな。手前のやつ倒すまではうわー全体攻撃だけ、しかもやべー死ぬ死ぬ強い。よし倒した、オッケーナイス、これはいけるぞ、いい感じ。とりあえず大防御で、大防御しないと一発でやられちゃうからね、10分の1にするでしょダメージを。ってことは260ぐらい受けてるってことか、やべえなそれ。これね1匹倒せばだいぶ余裕が出てくるんだよね攻撃に。だからちょ回復をさせつつ、これいけるな、余裕を持って攻撃していこうか、余裕を持ってボン入る。いいね、いいよいいよ、強い強い。やっぱクラインさんのね、あの返しの一撃が効いたね、200も与えられたから、これはいい感じ。大防御で、これ一旦で大防御で潰しちゃうのがかなりきついね、もうこれないと絶対やられちゃうからね。なんかこれこうがあればいいんだけどな。とりあえずタッグはもう回復に専念させよう、回復に専念させて、よーし OK、 いける、勝てるぞ。お、え、クロネットとホルネスを生み出した、ちょっと待ってよ、倒したと思ったのにここでこれか、これきついぞ。ホルネスは風切る剣じゃなきゃいけないから、ホルネスは風切る、クロネットって初めての敵だな、これの情報がわかんねえ。とりあえずクロと攻撃しようか、うん、なんか嫌な感じするけど、よし倒した OK、 ホルネスは倒しておかないと、うわミス、やばい、何脱力ダンスって、うわーやべー銃も減らすのかよ、きっついなそれ。でも回復アイテムはまだあるから大丈夫、どうすかなこれ。雷鳴石を魔物の核に使ってみよう、もしかしたら当たるかもしれないから。でクロットいけ、うわマジか、与えられないかやっぱり、どうすかなこれ、ごめんいて、うわー死神強そう、めっちゃ死神は光属性の技しか有効ではない、注意するんだ、わかりました。ということは、二人の特技だね。ライトスラッシュを死神。これ、魔物の核倒さなくても、雑魚敵だけ倒してればクリアできるとか、そういうパターンかな。ちょっとその可能性にかけてやっていこうか。アイテムでピカピカウォーターを、お父さん。いけ、あ、かわすなよ、そこでクソ。なになに、強そう。強そう。強そう。やばい、怖い怖い。あ、毒ダメージか。それきついな。じゃあここは回復でピカピカウォーターをタークン、あ、何戦闘不能、あれ攻撃できないんだけど、あ、呪いか、なるほどなるほど、多分呪いだね。じゃあ呪いをお父さんで、でピカピカウォーターをタークン、これでいいよね、よし OK。 じゃあこれ絶対当たったら、マジかよ、ちょマジかよ、無理ゲーなんだけど、防戦一方じゃん、やばいな。でミスするからなんとか、うわあれお父さん死んでも大丈夫なのこれ、なんで、まあいいや、多少の犠牲は仕方ない。とりあえず大丈夫か、ゲームオーバーならなければ大丈夫だね。これ呪い回復とかできないかな、これで生き返るとかそういうことはない、ダメか、これどういうことだろう、お父さんは死んでも大丈夫ってことかな、ター君とクラインさんが死んだらダメってことか。でもなんかお父さんが死んだらエンディングが変わるとかそういうことありそうだね。とりあえず死神までちょっと万全の体制整えなきゃダメだ、これ頑張ろう。こっからだね、こっからライトスラッシュ攻めで、まずは死神 A を1匹でも倒したいね、これ倒して、で今回はちょっとね、おじいちゃんには回復役に徹してもらいます。頼むぜ、よし、もう一回当たれ、頼むぜ、よし、でこれが当たるな、当たるな、クラインさんに当たれ、あーロックスに当たっちゃった、まずい、クラインさんに犠牲になってほしかったな、やっぱクラインさん2番目の方がいいかな、壁として。とりあえずアイテムで解除、きついなこれ、うー当たれた、お、クラインさんは呪い効かないのこれ、あ、たまに、あ、なるほど、絶対あ呪いにかかるってわけではないんだ、わかりました、それならいける。ライトスラッシュ死神で1匹でも倒せばだいぶ楽になるからね。で
アイテム、じゃあ香るハーブをお父さん、いけ、そろそろ倒せ、いけ、あ強いよこの死神、ナイス攻撃、かわしたらいけるよ、お、いいよ、呪われない、今回呪われないね、前回が運悪かっただけかな、これいけそうな気がする、死神 A で回復を、んどうしよう、ピカピカかな、ピカピカをターク、いけ、当たれ、死ね、殺せ、よーし、ナイス、いける、これがあったな、一匹倒せば相当楽。死神ピンで、で、アイテムで、じゃあ今回はカオルハーブお父さん。そろそろ回復手段がなくなってきたぞ。やばいね。うっ、強い。あ、やばい、呪われちゃった。回復できていないと。じゃあ、ライトスラッシュ死神で、アイテムで、ピカピカウォーターを、あ、逆だ。怪獣を、おじいちゃん。よし、いけ。で、倒すと。あ、倒さないか。当たるな。あー。でも呪われなければ OK。じゃあライトスラッシュで、ピカピカで、で、カオルハーブ。いけるいける。勝てるよ。倒せ。倒せない。強いなこいつマジで。特技、あーマジか。じゃあピカピカウォーターで、特技ライトスラッシュで、そろそろ倒せると思うでも。でカオルハーブをおじいちゃん。いけ。まだダメか。ハーフやな。呪われなければ OK。とりあえず、ライトスラッシュ、ライトスラッシュ、で、どうしようかな。カオルハーブかな、お父さん。いけ、よーし、ナイスナイス。え、あー、当たんねえのか、ここでも。ホルネスを生み出した。あ、また、あ、なるほどね。ター君の MP を維持してなきゃいけないんだ。このホルネスっていうのは、素早さで絶対先制されちゃって、で、攻撃力が凄まじいから、絶対やられちゃうんですよ。なのでこの風切る系で絶対先制しなきゃいけないと。でも MP が0だとこれが使えないから積んじゃうってことか。じゃあター君の MP は絶対切らしちゃいけないんだね。わかりました。じゃあホルネスピードで、ここは回復ポイントだからホルネスしか出てない。つうわけでピカピカウォーターをター君で、ピカピカウォーターをおじいちゃん、これで OK、これでいけると思う。で回復で全回復で15で15 OK。 次何、お、やっと魔物を生み出さなくなった。いけるぞ、これいける。よし頑張ろう。こっからです。普通に攻撃で、いや、ター君は回復させよう。もう光使う必要がないからね。ピカピカウォーターを15で、普通に攻撃で、で強撃、あ、でもなんか大防御使うことがありそうだから普通に攻撃で OK。 いけ、倒せ。ごめん、あれ全然攻撃してこないよこいつ。これが怪しい。今が多分回復する時だと思うんだよ。だから今のうちに回復させておこう。怖い攻撃が来そうなんだよな。よし、OK。で、うごめいてる。あれ？でも騙されないよ、これ。RPG の鬼を舐めるな。一回倒すよ。おい、倒しちゃった。回復超もったいないんだけど。まあ、倒したからいっか。倒したんだ、やったよ。やったー、これで世界が平和になって家族3人で仲良く暮らせるんだね。ついに倒すことができたのか。まさかとは思っていたが、さすがとも言うべきか。クラインさんありがとう。もうクラインさんのおかげだよ。3人いなきゃ やばかったね。お父さん家に帰ろう。あ、こんなに家を開けてしまって母さんはなんていうかな、5年だからね。今夜は盛り上がるだろうね。さてそれでは行こう。待っているのだろう。それもそうだな、もう5年も待たせてしまっている。早く帰ろう。うん、あ、よかったね、ターくん。これ、あれかな、クラインさん仲間に入れないでエンディング迎えたら、なんかいいことが起きるとか、そういうこともあんのかな。お、はあ、感動の再会だね。あれ、何のセリフもないんだ。あれ、これもしかしてエンディング終わりかな。マジか。なんかこの夕焼け、火事のように見えんだよね、この色。燃えてるみたい、村が。お、お母さん帰ってきたよ。お父さん無事に迎えてきたよ。こうして僕の春休みは終わった。あ、春休みだったんだ。あれでも5歳児でしょ、幼稚園児。この出来事はたった3日の話だけど、そのたった3日がとても楽しく、いろいろな人と出会えたことを嬉しく思います。どんな大変な道のりだって乗り越えたらハッピーエンドが待っているんだって僕はこの時に実感することができました。
僕にとってかけがえのない思い出をくれたこの春にありがとう。あ、季節に感謝するんだ。お父さんとかクラインさんに感謝するわけではないんだ。終わり。おっと、唐突に終わった。はい、ということでターグのお使い見事クリアすることができましたけど、これ作者さんの話とか聞けないのかな。あれか、クリア後に話すことができるかなとか言ってたけど、それはエンディングとか、エンディング後だから話せないってことだったのかな。はい、ということで、パート5か6ぐらいかな、うん、まだちょっと編集してないんでわからないですけど、見事ね、クリアすることができました。ありがとうございました。いやー、最初鬼畜ゲーということで、いやー、もう酒ゲーだと思ってたんですけど、いろいろなね、ジャンルのゲームが盛り込まれてたというか、まあ、酒ゲーもあり、アクションゲームもあり、RPG 要素もありと、すごい盛りだくさんで、すごく楽しめました。特にね、あのね、横スクロールのアクションゲームの時、あれがね、すごい楽しかった。まんまとね、作者さんのね、罠にはまってしまって。いやでもすごい楽しかったです。はい、じゃあ今回はまあ実況は最終回ということなんですけど、一つ気になるのが、もしかしたらあのクリア後に作者さんのところに行ったらクリア後の話が聞けるかもしれないっていうのと、もう一つはクラインさん、クラインさんがなんか誰を連れていくかっていうこと言ってたじゃないですか。もしかしたら他の仲間が手に入るかもしれない、それも探してみたいなと。もう一つはクラインさんがいない状態、もしクラインさん以外の仲間がいないとして、お父さんと二人きりでエンディングクリアしたら何かあるのか、そこら辺を、まあ、検証して、もし動画にできそうだったらおまけとしてあげたいと思います。はい、まあ、実況自体は今回が最終回ということで、短い間でしたが最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それではバイバーイ。